お世話になりますヒトリーでございます。マックス鉱石って結構重要なアイテムだと思うんですが、今回はそのアイテムを999個手に入れていきたいと思います。それでどんぐらい時間かかるかね、検証をしていきます。ルールとしては私は2台持っておりますので、2台使って他は普通の NPC でやるっていう感じでやりたいと思います。あとは集めるのはダイマックスアドベンチャーだけでやっていきたいと思います。デリバードとかでも効率よく集められると思うんですが、今回はこのシステムだけでやっていきたいと思います。てか私がまだやってないんで、ただやりたいからそういう縛り設けてるだけなんですけどね。でさらにそれをやってる間にもう一つ企画やりたいと思います。マックス鉱石999個集めるまでに色違いは何体手に入るのか、そのあたりもねついでにこちらはやっていきたいと思います。なお光るお守り持った状態で検証していきますので、ちゃんと色違いで出る確率上がるらしいので、それをもとにこの動画ご覧いただければと思います。で今私マックス鉱石15個ありますので、じゃあ検証なんねえよっていう感じですので、こいつかな、これで交換していきたいと思います。適当に、まあ、この辺り結構カンストに近いぐらい持ってるんで、鎧鉱石でいいかな。とりあえずこれ手に入れていきましょう。まあ、鎧鉱石5個でマックス鉱石15個、めちゃめちゃ少ねえじゃん。はい、ということで今マックス鉱石0個になりましたので、この状態からね始めていきます。でどうやって時間を計測していくかというと、レポートで基本的にはやっていきたいと思います。今949時間40分でございますので、999個手に入った瞬間何時間に達しているか見ていきます。つか私こんなプレイ時間してますけど、ガラル図鑑100匹ぐらい揃ってなくて、それで 4,5 時間ぐらいかけてせっせと昨日揃えましたわ。でしかも自分で準備すべきものみたいな感じで動画上げたのに揃えてないというね、アホだわ。はい、じゃあ早速やっていきましょう。いけ、ここから長い旅になりそうですね。ここまでの冒険をレポートに記録しますと。はい、こんな感じで2台だけでねやっていきましょう。おっしゃいこう。やっぱり2台操作だといきますね割と。次もヌオをちゃんと倒せましたね。倒したー。2台操作できるだけで全然違うわマジで。あとプクリの天使のキス最強だわ本当に。あえてネストボールでいこう。はい、オッケー、捕まえましたね。しかもこれサブロムもついでに進められて、これいいわ、めちゃめちゃいいわ。さすがに色違いはないか、一発目で。まあレシラムだよな。おマックス鉱石は10個ですね。まあ、こんな感じでガンガンいっちゃいましょい。お、早速来た色違い。やば。早速っつっても今マックス鉱石100ちょいぐらいで、今2連続ランドロスに負けてるとこでしたけど、もうスノー来ましたね。これはいいわ、ラッキー。まあ、これちなみになんですけど、多分個体値とか性格とか特性とかは絶対全部別のロムと一緒なんですけど、色違いだけは違うみたいですね。私サブロムの方は色違いじゃなかったです。ですからこっちだけ色違いっていうね。いやだから光るお守り効果かな。よかった、4,5 時間使ってよかったのかもしれないですね。ようやく1匹目。また色違いきましたね。ドラピオンです。いややばいでしょ。しかもまたサブロムの方は色違いじゃなかったですね。色違いめっちゃ手に入んじゃん、やべえって。いやこれ手に入れないと。ベベロも来たー。なんかどうやらサイトとか見るとウルトラビースト5匹捕獲すると出てくるみたいですね。こんな可愛い、動いたりしてますね。もらっていきましょう。どんな感じ。うん、ベベマックスダイス穴の奥で見つけたのですが、調べれば調べるほど不思議なポケモンでして、今回の騒動にも関係がありそうですね。より一層マックスダイス穴の研究に本腰を入れないと。ベベノムは目を離すとすぐどこかに行こうとするので、すごいトレーナーにベベノムを預かってほしいのですが。すごい婉曲的な言い方だね。まあいいよ、いかがですか、受け取ってやる。普通に単純にあげるって言えばいいだけなのに、無理やりな理屈つけんのやめようぜ。うわ可愛い、こんな笑うんだベベロムって。そういうにこやかな感じのポケモンなんだ、知らなかった。はい、そしたら消えて、また普通にやってくって感じかな。ちょっとジガルであんまりにも倒せないんで、こいつだけはマルチでいきます。よっしゃ、初めて勝った。毒で勝った。いや、初めてだ。絶対勝てないと思ったのに。めっちゃ時間かかったわ。あ、なんだこれ。あ、こんなの怒んだ。謎のメモに映ってたポケモンを捕まえてきただと。ちーっと見せてくれよ。プリズムポケモン、ネクロズマ？その割に黒ずんでて、プリズムのかけらもねえぞ。何、別世界から光を求めてやってきただ？まあ、そんな感じで、あ、あれか。あれ、ネクロズマを渡すことによって、これが、あ、クリアされるってことね。私これまだやってませんでしたね。もう多分今の時点でね、ほとんどの方知ってると思うんで、わざわざあれですけど、はい、これで特製パッチもらえるわけですね。なので皆さん参考にしてみてください。ネクロズマ持った状態でピオニー隊長に話しかけるともらえるということですね。あとウルボーももらいましたね。なんか伝説ポケモンを見せるみたいなのあるんで見せてみましょうか。なんて言うんだ、どいつを見せてくれんだ。ディアルガ、時間を操るポケモンディアルガだ。それがマジモンだったらよ、娘を怒らせちまった時に時間戻してもらえるのかな。中華そいつの個性的な鳴き声生かしてんな。え、これもしかしてネットで話題になったやつ意識してんのかな。一回受験発表のやつで叫んでいいですかみたいな感じで、あーみたいな感じであったじゃないですか。わざわざ鳴き声のことフィーチャーしてるってことは、その話題になったことをちょっと意識して書いてんすかね。そしたらゲームフリークの人めっちゃミーハーじゃん。まあこんな感じで伝説全部捕まえたらマックスコウスケの数減っちゃうんですよね。まあそれ今知っちゃったんで、でどうやらですね、マルチプレイだったら1個プラスされるみたいな感じがありますので、ここからは2台じゃなくてこのロムだけでマルチでやっていきたいと思います。意外と集まりもね良かったんで、さっきジガルデンの時1回やった時なんで、このままいきたいと思います。よっしゃ、もうあともうちょっとでございます。今バックところ見るととうとう来た、マックス鉱石997個、あと1回ですね。ちょっとはみ出ちゃいますけど、まあそれはね置いといて、これやっていこうかなと思います。ラスト1回でねさすがにいけるでしょ。まあ途中で本当は負ければいいんですが、負けると皆さんに迷惑かかっちゃうので、ちゃんとね勝っていきたいと思います。っていうか逆に負けることできないわ普通に。まあいいや、普通にやってきます。よっしゃ、倒したぞソルガレを。これで終わりだー、嬉しい。はい、これで色違い来いよ、色違い来いよ、絶対来いよ。サイドンはもう違うけどね、強さを見るでここで見ていこう。私ここで見ないと色違いか分かんないんで。はい、こいつは違う違う違う、色違いじゃなかったら全部いらない。別にどれにしよう、まあサイドンかな。はい、これでマックス鉱石10個手に入りました。かなりオーバーしちゃったけどまあいいでしょう。はい、じゃあようやく終わったんで中身見ていきましょうか。バック、はい、これで、はい、来ました、マックス鉱石999個。しゃ、これはそんな大変でもなかったけど、あ、いや大変だったわ、大変だった。はい、かかった時間レポートで見ていきますよ。はい、来ました、プレイ時間992時間30分でございました。しゃ、ね、結構時間かかっちゃいましたね。カンストギリギリでしたね本当に。一歩間違えればちゃんと検証できなかった感じになっちゃいましたけど、まあなんとか無事終わりましたよ。でこれは949時間40分の頃に開始しましたから、かかった合計時間としましては算出してみますと42時間50分でございました。いや、やっぱり鎧鉱石とかよりは全然大変なんですね。別の動画でこれも検証しましたけど15時間だったかな確か。ただ大キノコよりは全然簡単でしたね。大キノコはこれもまた別の動画でやってますけど138時間かかっておりましたので、労力的には大キノコの3分の1ぐらいの大変さっていう感じですかね、マックス鉱石は。ただこれは最も効率いい方法というわけではなくて、私はまだやってないですがダイマックスアドベンチャーのエンドレスモードでしたっけ、あれはもっと効率よくね集められるっていう話でしたので、もうちょっと早く集まるんじゃないかなと思います。あとデリバードとかでも結構効率よく集められまして、単純計算で言うと、まあ、ハピナスみたいな感じでやると報酬でもらえる個数、確かハピナスは鎧鉱石4つでデリバードは確か2つですから、鎧鉱石と同じような感じで考えると30時間ぐらいですかね。だから若干早くなるんじゃないでしょうか、多分レイドでやった方が。ただ今回はね色違いもどんぐらい出るのかっていうことも検証の重要な要素ですので、まあやったわけですからね。じゃあ色違いどうなってるか見ていきましょうか。もうボックスぐっちゃぐちゃなんで整理しますよ。はい、ようやく終わりましたと。めっちゃ時間かかりましたね。まあこれ並べてんのは純不動ですね完全に。で結果としましては色違い合計5匹でございました。確認していきますと、まずはこのモスノーですね。モスノー、ドラピオン、チェリム、ユンゲラー、ヤドキングでございます。一応見ますか中身。はい、こんな感じでモスノーいいね見た目。ドラピオンはこいつ持ってんだよなたまたま。チェレムはちょっとよくわかんねえわ、これ色違いかもわからない感じ。ユンゲラもちょっとたまたま持ってたんだよね、運が悪い本当に。でヤドキング、こいつはめっちゃ嬉しい。こいつはそんななんか色違い感はないけど多分、でもこいつは嬉しい、はっきり言ってめちゃめちゃありがたい。で肝心の確率ですが、このレイドで手に入れたやつは、この1ボックス、2ボックス、3ボックス、4ボックス、5ボックスの、これで全部です。だから意外と結構少ないですよね。128かな全部で。ですから、ダイバックスアドベンチャーの回数ごとの色違いの確率としては、光るお守りありで128分の5ですから、3.9% ですかね。だから 4% ぐらいかな。だから結構やっぱ低いんすね、普通に。で、これはダイマックスアドベンチャー1回ごとの確率ですが、出現したポケモンごとの確率、つまり遭遇率でちょっと考えてみましょう。まず、128匹中の43匹が伝説で、連れて帰れるのは1匹ですから、伝説43匹の時に4匹と出会っていて、それ以外の85匹の時には3匹と遭遇しています。厳密にはちょっと例外があるので違いますけど、概算でいきますと合計427匹と遭遇しているわけです。でそのうちの5匹が色違いなわけですから、計算しますと約 1.17% でございます。なのでほぼ1% ですね。ツイッターで見た限り、光るお守り持ってたら色違いの出る確率 1% とか書いてありましたんで、本当にその通りっぽいっすね、やっぱり。いやすごいわこれ。であとは私2台持ちでオフラインの時はやってたんですけど、でその時に同じポケモンだったのに色違いじゃなかったんですよ。まあそのサブロムでは光るお守り持ってなかったんで、その作用が働いたのか分かんなかったですが、サブロムでは1体も手に入れてないんですよね、色違い。多分単純にパーセント的に無理だってことなんでしょうけど、もしかしたら、まあ、ほとんどメインロムがホストでやってましたから、ホストだったら高くてホストじゃない人だったらちょっと低いとか、そういうのももしかしたらあるかもですけどね。まあとは言ってもね、ちゃんと色違いポケモンを捕まえれますんで、是非皆さん挑戦してみてはいかがでしょうか。でもまあ伝説全部色違いで揃えるとかとなると途方もないことになっちゃいますけどね。私はちょっときつすぎるんでそこまではできないっすね。多分そんな苦行とも言えるような厳選できる人って、いい意味で思考回路違いますよね。